平選手が市長表彰、応援を力にメダル獲得。東京五輪スケートボードパークで銀。東京五輪スケートボード女子パークに出場し、銀メダルに輝いた苫小牧市在住の平ラ心な選手。重曹 WHYDHGROUP は17日、苫小牧市役所を訪れ、岩倉博文市長にメダル獲得を報告した。平選手は日本人最年少の12歳、11ヶ月で五輪出場を果たし、 パーク女子決勝で59.04をマークして2位。金メダルの40桜選手とワンツーフィニッシュを飾った。平選手は銀メダルを首にかけ、国旗と五輪マークがついたブレザー姿で現れ、応援のおかげでメダルを取ることができた。これからもスケボーを頑張りますと岩倉市長やいかなし市教育長らに挨拶。岩倉市長は、 日本人最年少の出場でメダルを獲得した会挙に市民だけでなく、国民が勇気づけられたと祝福した、メダリストとしての仕事も舞い込み、19日には札幌ドームで行われるプロ野球北海道日本ハム、千葉ロッテ戦で、ファーストピッチセレモニー、始球式に臨む。平選手は日本ハムのアスリート育成を目的としたクラウドファンディング事業で、遠征費用などの支援を受けたこともあり、 恩返しにもなる大仕事に、野球はやったことがないので届くか心配。明日練習すると意気込みを語った。次に出場する大会は未定というが、今は次に向けて気持ちを切り替えていると話す平選手。高難度のトリック、技への挑戦にも意欲的で、女子がやったことのないトリックを成功できるようになりたいと目標を語った。3年後のパリ五輪も見据え、 まずは出場できるように頑張りたい。自分の滑りをしてまたメダルを目指すと抱負を述べ、岩倉市長は、次の目標に向かってビッグチャレンジを問えるを送った。